てもう見えてたっつーの。おかっぱだろにゃ、弁護士にゃ。にゃー、予算それさ、騒がしいですのよ、よくあれ、カーブした。前略お袋様、晴れて私はクロマティ高校へ入学できました。あ、鉛筆落としてしまった。ありがとう。なんだ、意外と親切な人もいるんだな。鉛筆送った。わあ、30人分のニョースか。そうよ。大変大変。栗山先生、膝踏んでます。栗山先生、大丈夫。うわっ、ニョウのスケートリー、寝てる子がいるんで静かに。あんたのせいでしょうが。ニョウが早く治療しなさいよ、貧血で殺す気。落ち着いて。ニョウまみれで触んないで。はい、席に着いて。けどまあ、俺大学院まで行ってたし、大人だし、思ったよりできちゃったりするもんかな。何してるの、貝崎くん。早くカバンをしまいなさい。あ、貝崎くん、ちょっとカバン見せて。え、あ、どうぞ。貝崎くん、これは何。タバコですけど。ですけど。なんだよ、タバコぐらいって。くそ、いつもの癖で。いつもの癖。放課後、職員室で。しかしながら、君たちと過ごした3年間は、君たちと共有できた、そんな素晴らしい時も、今日で。先生。でも、カオリンと僕はいつまでも一緒。およう。およう。およう。ゴトムラ、俺とやろうぜ。おい、まだ待て。逃がさない。あっち向いてはいしましょう。じゃあ、一回だけ、一回だけでいいから。え、ちょっと先っぽ、先っぽだけ、先っぽだけ。じゃあ、一回だけ。じゃんけんぽん。あっち向いてはい。ソーリー、じゃんけんポン、あっち向いてホイ。矢部先生。はい、どうしました、栗山先生。やってみます、極楽体験。ロマンスさん、あの二人なんとかしてくっつけられないっすかね。無理よ、あいつ童貞だもん。え、なんすかそれ。しょっぱい人生送ってる男のことよ。栗山っちは保健の先生、つまり。いやー、股間打っちゃいました。大変、すぐ治療しなきゃ。何なの、一体何なの。三つ子が僕の股間を狙ってる。ね、メガネ。え、まあ、結果オーライっす。さあ、股間を緊急治療っす。で、何年生。顔を認識してないっす。メガネどこよ、メガネ。4年生。タイムセール終わっちまう。確かにすごいな。まるで、まるでグラウンドが
グランドは、はいはいはい、海みたい。あ、ミノルを止めろ。殴り倒してでも止めるぞ。楽しい。また海、これ海やって、こっちいりゃ海じゃねえよ、グランド。おい、かなりピクピク来てねえか、今日の鬼塚。そりゃそうだろ。だけど捕まっちまうとからしくねえよな。それも痴漢容疑でよ。恥ずかしくないわ。本人は濡れ衣だって言い張ってるけど、パンツ一枚でいろいろ危ない道具持ってたんだろ。やめろ、その男は。やさまにすんなよ。みんなおはよう。今日もいいお天気だね、気持ちいいね。メッキー幸せ。お金を稼いでくる旦那様がいればもっと幸せ。いや、先生今日も可愛いって。いや、先生これでもアラフォーだから。先生ね、昨日ファミレスに行ったので、せっかくだからワインとか頼んじゃったりして、あ、彼の分もってふふって笑ったりしておかしいよね、私彼氏なんていないのに。それでは授業始めます。こんなに可愛い。まただ。角原、この机の上に顔を置いてくれないか。仕方ねえな。岡崎さん、何を。いいよ、好きなだけつっつけよ。言われなくてもつつきまくりです。痛そうだ、痛そうだ。あ、じゃあこの演習問題 B を半までに各自解いて。でかー、おー、進みました。ガシだ、逃げろ。今すぐ制服を投げ捨てろ。ハチは黒くて動くものを攻撃する。命が惜しければハチを捨てろ。おいおい、みんな正気かよ。たかがハチだです。お時間よろしいでしょうか、山十五さん。はじめまして、山十五君。俺を呼んだのはあなたですか。ええ、そうですよ。帰ります。一心様の言葉聞けや、このバカ。はい、一心様。いいのね。あ、タキッチって呼んでいい。嫌です。私のハートでチェーしちゃうぞ。ほう、やれるもんならどうぞ。なんか熱い。おや光、このクラスに何か用ですか。別にないぞ、通っただけだ。また寒い。じゃ、私は急ぐから。